浜田雅之君。公明党の浜田雅之でございます。4月26日にコロナ禍における原油価格物価高騰等総合緊急対策が決定されました。今時経済対策の意義につきまして、経済財政担当の山際大臣にお聞きしたいと思います。山際内閣特命担当大臣。これは名前の通りにですね、これまで2年数ヶ月にわたってコロナ禍でだいぶ経済、社会経済が傷んでいるところに合わせて、ウクライナの問題があり、エネルギー、あるいは物価の高騰というものがございます。これらに対してですね、きちんと対応しなくてはいけないという、そういう目的意識を持って作った総合対策でございまして、ですから目的としてはですね、そのコロナ禍から社会経済活動を一日も早く回復させていく、このことを目的として設定したものでございます。浜田雅之君。特に今回の経済対策は、コロナ予備費だけではなくてですね、補正予算の編成が行うようになりました。その意義と効果につきまして、大臣から答弁いただきたいと思います。山際内閣特命担当大臣。これも今申し上げたとおりでございますが、緊急経済対策といたしまして、まずは総理のご指示もありまして、一般予備費並びにコロナ予備費を使ってですね、そして時期を逸することなく、タイミングを逸することなく、しっかり対策を行わなくてはいけないということで、そのような形でやらせていただいておりますが、当然、これから先もどのようなことが起きるかわからないということもございますから、予備費を使いますので、その使った分を予備費を元に戻すということが必要ですし、また、これも先ほどご説明申し上げたように、コロナの問題だけではなくて、ウクライナの問題があって、原油価格が高騰し、さらに物価が高騰しているという状況がございますから、これらについてもですね、しっかり、特に原油高騰対策に関しては、6月以降の予算が必要ということになってくるということもあって、補正予算という形になりました。浜田雅之君。今、大臣から答弁ございましたように、原油高騰対策、これが今までも一般予備費でやってきたわけですが、どうしても予備費で活用するとなって、1ヶ月分しかできないので、補正予算を組んで、6月から9月までの4ヶ月分、計上することができました。併せて、今、大臣から答弁ありましたように、ウクライナの関係で何があるかわからないという、不透明な状況でございますので、しっかり国民生活を守りきるという観点から、補正予算も計上していただいたわけでございます。併せて、この補正予算によりまして、新型コロナウイルス感染症対策予備費というものを、今回、新型コロナウイルス感染症および原油価格物価高騰対策予備費として改組して、そしてした意義、このことはいかがなものでしょうか。また、これによりまして、どのような人が拡大するのか、大臣から答弁いただきたいと思います。山際内閣府特命担当大臣。はい。今ご指摘ありましたように、新型コロナウイルス感染症対策予備費からですね、新型コロナウイルス感染症および原油価格物価高騰対策予備費という形に予備費を変えました。これはもう名前の通りでございまして、原油価格が高騰すること、あるいはそれに伴って物価が高騰すること、これらに対して緊急的にさまざまなことが起こり得ますので、それをしっかり対応するための使途を拡大させた予備費ということでございまして、要はそういう可能性があると、われわれ政府としても危機感を持った上で、このような名前の変更と使途の変更というものをさせていただきました。浜田雅之君。この点は大きいんだと思うんです。今までコロナ予備費だったもんですから、コロナの関係でないと使えませんよというのは、現場ではですね、結構、会計検査院のことを気にしながらも使っているという実態があったわけですが、ウクライナ情勢の中で、物価高騰がどういうふうに跳ねるかわからないという中にあっては、場合によってはもうコロナとは関係ないんだけども、この価格高騰とか、そういう、いろんな穀物の高騰もありますんで、そういうものに使っていけるというのは、大きな決断だったと思っております。一方の現下の経済情勢なんですが、円安がやっぱり進んできてます。日米の金利差等も反映しまして、でこの円安につきましては、大企業にとってみればですね、マーケット世界に広がってますから、輸出の振興にもなりますし、海外の投資収益収支も円で換算すれば大きくなるという大きな効果が、逆にプラス効果があるわけですね。東証上場企業の3月決算発表が5月13日ピークでありましたが、上場企業の最高益、上場企業は最高益33兆円、
過去の最高を更新したというニュースも出ておりましたが、一方で中小企業の場合は、マーケットがどうしても国内に閉じているということもありまして、原材料の高騰だけが効いてくるということもありまして、逆にそのプラスマイナスの効果があるわけですね。この効果をどう評価するか、合わせて、大臣はこの新しい資本主義の担当でもあられるんですが、この規模を広げていったらどうしよう、格差を広げていったらどうしようもないわけですね。規模間格差をいかにこう修練させていくか、そのようにこのような円安下での企業規模間格差を広がるとする中で、新しい資本主義の道筋をどのように描いていかれるのか、お答えいただきたいと思います。山際内閣府特命担当大臣。これは先生ご指摘のとおりで、円安によって、主に輸出を主にやっている企業はプラスに、その効果があるということもありましょうし、今ご説明のあったように、多くの中小企業は、さまざまなものを輸入して、業を営まなくてはいけないということもあって、そうなりますと、その物価、企業物価はですね、ものすごい勢いで高騰しているという現実がございます。そのことが続けば、当然、その2社の間には格差が広がるという先生のご指摘はごもっともだと思っております。新しい資本主義では、さまざまなことをやらなくてはいけないと思っておりますが、この1月以降、目下取り組んできたものとしては、価格転嫁を円滑にするためのパッケージというものを進めてまいりました。でこれ、1月から3月までの間でですね、かなり中小企業庁や公正取引委員会に調査をしてもらいまして、それらに基づいて、これから実際に立ち入り調査等々も含めてですね、優越的地位の乱用を行っていないかどうか等々について、これからしっかり注意深く見てまいりたいと思っております。また大企業の側からいたしますと、中小企業と一緒になって業を営んでいかないと、自分たちの業の持続性というものが確保できないということもありますので、パートナーシップ宣言というものをこれまでもだいぶやってきていただいておりますが、宣言の数も増やす必要があるんですが、宣言だけしても意味がないわけで、やはり本当にチームとしてきちんとその業を継続していくことができるかどうかということを、これ実は大企業も自分事として取り組んでいかなくてはいけないんだと思っております。でこの視点をですね、当然我々はやっていくんですけれども、今まではともすると民間のことだから、民間の皆様方だけにやっていただければいいという話だったものをですね、岸田内閣では官と民が共同してやろうと、特にこの外部不経済に当たるようなものというのは、どうしてもですね、官の部分が相当出張っていかなきゃいけないという思いがありますので、そこは民間任せにするのではなくて、先ほど申し上げた価格転嫁円滑化パッケージのように、官もなすべき仕事というものはしっかり役割として果たしてですね、そして経済をしっかりと成長軌道に戻し込んでいくと、これを目指してやりたいと思っております。それが新しい資本主義の中で入ってくる主なメニューになると思います。浜田雅之君。新しい資本主義が、この円安の中で本当問われると思いますね。普通、ほっとけば余計格差は広がるんだと思うんですよ。それをやるシェアホルダーの重視じゃなくて、ステークホルダー重視だということで、下請け企業であったり、そういうことは全体の中で成り立っているんだという、本当に資本主義に変われるかどうかでございますので、今回の経済対策は、予算を執行するだけじゃなくて、このパートナーシップ宣言をいかに根付かせるか、ぜひ大臣のリーダーシップを期待したいと思っております。続きまして、ちょっと一問、時間の関係で飛ばさせていただきますが、今日は小林大臣にもご指摘をいただきました、今、官民連携という話もございました。この官民の連携の中で、5月11日、経済、安全保障推進法を成立させていただいて、特にこの特定技術開発の、特定技術の研究開発支援については、まさに官民連携を進めていかないといけない大きなテーマだと思っております。これにつきましては、法案審議でも議論させていただきましたが、シンクタンクの調査研究がどういう進捗状況になっているのかと、これについては、施行時期が早いですから、そろそろもう法律成立したんで、いろんな成果がどうなっているのかという関心も高まっておりますので、また国内研究者への早期の効果を発揮するために、調査研究の成果はどのような形で公表されていかれるのか、大臣からご答弁いただきたいと思います。小林国務大臣。令和5年度に本格的に立ち上げていくシンクタンクですけれども、これは経済安全保障推進法に基づきまして、その委託調査を含めてですね、
国内外の技術動向、また社会経済動向、そして安全保障といった多様な視点から科学技術イノベーションのに関する調査研究を行うものです。で、現在内閣府においてはですね、この令和5年度の立ち上げを目指しまして、令和3年秋から令和4年度にかけて、シンクタンク機能に関する試行事業を実施しておりまして、調査分析に関する知見、経験、あるいはノウハウの蓄積ですとか、国内外の研究機関との連携のあり方を含めまして、この人的ネットワークの構築に取り組んでいるところです。で、この試行事業で得られた知見を令和5年度のシンクタンクの具体化に役立てていきたいと考えておりまして、またこれに合わせて、この試行事業の成果につきましては、例えば経済安全保障重要技術育成プログラムの実施にあたりまして、幅広い分野の有識者の知見と合わせまして、政府が公募対象となる技術をファンディングエージェンシーに示していくビジョンの検討にも役立てていきたいと考えております。また、この試行事業の公表に関する取り扱いにつきましては、平成25年に閣議決定された予算執行に関する情報の公表に関する指針などを踏まえまして、調査研究の透明性の確保に留意しながら適切に対応してまいります。浜田雅之君。今、大臣からもご答弁ございました、経済安全保障重要技術育成プログラムの関連では、すでに昨年度補正予算で先行分がですね、手当てされているわけですね。で、これをどのような形で予算執行していくのか、ご答弁いただきたいと思います。小林国務大臣。先生、今ご指摘いただいたとおり、この指定基金として想定される経済安全保障重要技術育成プログラムにつきましては、令和3年度補正におきまして、そのスタートとして2500億円を措置していただいたところです。で、まずは最初の公募につきましては、関係省庁のニーズ、また幅広い分野の有識者の知見、そして現在行っている、今申し上げた試行事業の調査分析の成果なども活用しまして、公募対象となる技術を示すビジョンを決定をして、できる限り速やかにこの公募を開始してまいります。で、将来的には、この令和5年度に立ち上げを目指しているシンクタンクによる調査分析の成果を活用して、このビジョンをさらに発展をさせて、さらなる研究開発を推進してまいります。いずれにしても、このシンクタンクとこのプログラム、これを早期に連動をさせまして、先端的な重要技術についての調査分析、そして研究開発、そしてその先にある社会実装までつなげていくプロセスの構築を実現していきたいと考えます。浜田雅之君。今、大臣ご答弁ございましたように、シンクタンクとこのいわゆる指定基金による支援というのは、連動がとても重要と思いますので、しかもこれが今後の我が国の国力を決めていくと思いますので、法律を通ってしっかりと、また合わせて、これ2500億ついておりますが、岸田総理の施政方針演説では、5000億規模というご発言もございましたので、今回の補正には入っておりませんけれども、この参議院選後の補正に向けて、またご検討いただきたいことをお願いしまして、質問を終わらせていただきます。